非常にいいレバーですね。うまそうだな。どうもよいろさん、リュウジです。ということでですね、今回はですねコラボ動画でございます。はい、何のコラボだと思いますか。食材来ましたよ皆さん。こちらでございます。レバーでございますね。これね、鶏のレバーなんですけども、すっごい鮮やかな色しませんか。はい、こちらですね、桜姫っていうですねブランドのレバーになります。はい、鶏レバーになりますね。これがですね、通常のレバーと比べてですね、この桜姫のレバーって僕も食べたんですけども、すっごく臭みが、少ないんですね。レバーって癖あるよねとか苦手だなっていう方にもすごくねおすすめしたいぐらい美味しいレバーなんですけども、今回はですね、まあこのすごくいいレバーが手に入りましたんで、こちらですね、いいレバーはやっぱね、僕ね至高シリーズ食べたいなっていうふうに思うんですよ。僕がもう本当にこれはというレシピでございます。至高のレバニラでございます。レバニラって、大体、中華料理屋さんだと高級なところは牛レバーで作って、町中華だと豚レバーで作って、鶏レバーで作るとこは実はあんまりなかったりするんですけども、僕が今提唱したいのはもうね、鶏レバーで作るレバニラ最高にうまいから、今回はこの最高に美味しい桜姫の、鶏レバーを使いましてですね、最高の、ね、至高のレバニラ作っていきたいと思います。リュウジのバズレシピ。はい、材料紹介いきたいと思います。まず桜姫の鶏レバー、桜姫のレバーでなくてもできるはできるんですけども、やっぱり、ね、臭みが少なくてすごく美味しいお肉ですので、桜姫のレバーを使っていただければより至高になるっていう感じですね。はい、あとはもやしが 100g、 レバニラなんでニラたっぷり使います。 100g 使います。はい、であと、玉ねぎね、これ甘みだし、あと食感にも、作用していきますので、これが1/4個 50g ですね。であと、薬味で生姜とニンニク、これはもう分量概要欄調味料とともに書いてありますので、そちらチェックしてみてください。じゃあですね、今回は桜姫のレバーを使って最高に美味しいレバニラを作っていくんですけど、まあ、やっぱレバニラってやっぱもうレバーはもう栄養豊富ですし、栄養素が高いし、お野菜もニラもですね、ニンニクも、生姜も入ったレバニラって僕の中ではめちゃくちゃスタミナ飯なんですよ。なんでですね、このスタミナ飯を作るにあたって、まあ、結構いろいろ工程もあるんで、まず僕にスタミナをつけていきたいと思います。僕にスタミナをつけるためにはもうこれでしょう。ということで僕に、スタミナをつけていきます。かまい！うまっ。スタミナをつけるっていうのは人それぞれ違いますよ、やり方がね。鵜呑みにしないでくださいね。はい、じゃあやっていきたいと思います。はい、じゃあですね、まず最初に、もう仕込みをねやっていきたいと思います。中華料理はね段取りが命なんで、全て用意しておきますよ。まずですね、まあ、玉ねぎから切っていきましょう。レバニラの玉ねぎってちょっとね、食感を出すといいので、だいたい1センチないぐらいの幅に、6ミリとか7ミリとか8ミリね、それぐらい、ちょっと厚みがある。だから具材として使うので、これぐらいの、これ、ね、玉ねぎ入ってくるとね、非常に食感も豊かになりますし、香りもつきます。こんな感じでスライスね、ちょっと厚めのスライスにしていただいて、もやしなんですけども、もやしはねひげで取ったらいいとかって言われるんですけども、ご家庭でそこまでする必要ないので今日取りません。次、これニラね、ニラね、ここに土ついてる時もあるんで、まあ、ちょっとよく洗っていただいて、ニラはねもうこんな感じで3、4センチの、ざく切り、もうこれでございます。はい、ニラたっぷりだね。で、こいつはですねバットに入れていきます。できればね、太いところと厚いところがあるじゃないですか。太い部分と厚いところちょっと分けといた方がいいです。火の通り方違うんでね、葉っぱの部分はちょっぱやで火が通るんですけども、こっちはねちょっと火が通るのが遅いんで、まあ、気になる方はねちょっと半分にしとくといいんですけども、今日は大丈夫かな。うん、だから茎の部分と葉の部分ちょっとね分けといてください。はい、ニンニクは切っておきます。おけつを切り落として、で包丁で潰して、で包丁がで潰すのが、怖いなっていう方はお手元のハイボールで潰してください。そうすると、安全に潰すことができます。中のね、芯は取っちゃいます。はい、芯ってねちょっと焦げやすいんでね、特に中華料理とかやると芯って焦げやすいので、取ってから、こうザクザクザクと、はい、で粗みじんですねこれね、にしといちゃってください。で生姜がこれね、もう2つ用意したんですけども、 5g と 3g があるんですよね。 3g の生姜はおろします。もう1つの 5g の生姜は炒める時に使っていくんで、こいつはですねこう薄切りに
してください。はい、こんな感じですね。そしたらですね、今度ね、レバーですね。はい、でレバーなんですけども、いやこれプリプリで非常にレバーですね。さすが桜姫。大体のレバーってこうやってね、この心臓もねついてるんですよ。これハツって言うんですけども、で、今回僕の下処理ね、紹介させていただきたいと思います。まず心臓の部分なんですけども、大体の方ってここ取っちゃうんですけども、まあ、ここって初元って言われてて、焼き鳥でも使われる結構希少な部位なんですね。なんでここは僕の場合ですよ、僕取らない、取らずにこう、切り込み入れていきます。で半分に割ると、まあ、こんな感じになるんですね。この状態にしてください。はい、だから開いて1枚の肉にしていきますね。開いてね、この血管が微妙っていう方は、取っちゃってもいいんですけども、僕はね、むしろここがうまいと思ってるんで、つけちゃいます。はい、ちょっとねコリッとした食感がいいんですよね。レバーにはない食感なんで、ハツがついてるお肉使う場合はですね、こうやって開いてね、でもしちょっとハツ大きいなと思ったら別に こうやって切っちゃって大丈夫ですから。まあ、あとはもう こんな感じかな。レバーなんですけども、どうやって切っていくかっていうと、レバーって、大体ですね、片方がちっちゃくて片方が大きいんですよ。でここ真ん中切っちゃう。で、ちっちゃい方はなんかこう、まあ、これぐらいの切り方にしていただいて、ちっちゃい方 は、まあ、2等分ですね。でこちらをちょっとこう、削いでね3等分ぐらいにするといいですね。これが僕のおすすめする切り方でございます。こっちはちっちゃいでしょ。こちらのレバーちっちゃいので、こちらは2等分してください。はい、2等分ね。はい、でこっちの大きいレバーの方は削いで、3等分。まあこういう筋とか、もう嫌いな方はね取っちゃってください。はい、で僕は肉の筋すごい好きなんで、この脂とかねあえて取らない。僕はレバーが好きっていうのもあると思うんですよね。で大きい方は削いで3等分ぐらいにしていただけると、非常にレバニラに適した、厚さのレバニラになってきます。でこいつなんですけども、レバーを作る上で、皆さんが一番迷うのが血抜きですよね。これからねちょっと血抜きを僕もいつも昔から提唱してる血抜きのやり方があるんで、これをやっていきたいと。これ流しに移ってきました。でこれからレバーをやるんですけども、レバーって皆さん牛乳とかつけるとか言うじゃないですか。でも僕牛乳常備しないんですよ。なんで水だけで鶏の臭みっていうのは抜けます。はい、まあいいお肉なんでそこまで入念にやんなくてもいいんですけども、一応普通のレバーにも通用できるやり方をちょっとやりますんで、まずザルとかがあれば、こういうちっちゃいザルとかがあればそっちに移した方がいいです。こうやってですね、もみながら洗うんですね。はい、で洗っていくと、まあもうね血がねこんなに出てくるんですよね。はい、レバーの主な匂いの原因っていうのはやっぱねこういう血なんですよね。なんで例えばハツとかだと血の塊が、あるんで、こういうのを取り出していくと、こういうとこね、これが多分ものすごく、皆さん臭みの原因になるっていう風にと感じる方が多いと思います。なんでこういうのを、どんどんね洗いながら、あんまり洗いすぎてもレバーの旨味が消えてしまうんで、適当でいいと思います。はい、料理家とかプロのシェフの中ではレバーは血がうまいから血抜きすんなっていう方もいらっしゃるぐらい、僕はレバーの血の臭さはあんまり気にならない方なんでそこまでやらないんですけども、レバーが若干苦手っていう方もいらっしゃるんで、よく揉んでいきます。水溜めてこう揉んでいくと、ほらわかりますか、血の塊がどんどんね出てくるんですよ。とハツにもありますし、レバーの内部とかにもあったりします。どんどんこの血の塊を出していくんですね。そうするだけでも相当ねレバーのこう血の臭さっていうのはなくなっていくんですね。でもう一回、大体ね 3,4 回ぐらいやれば全然大丈夫です。いくらやってもねレバーってこの血がねちょっと濁ってくるのはもう仕方がないので、何回やっても濁ります。これはなんですけども、それはそれでいいと思ってください。ほらこんな感じで血がどんどん出てくるでしょ。ちょっと揉んでいくと血がだいぶ、ね、出てくるんで、こんな感じですね。はい、牛乳とか絶対使わないでいいです。で最後に水気が入るとレバニラ美味しくなくなっちゃうんで、こんな感じでよくね水気絞ってください。はい、これでレバーの下処理終了です。はい、じゃあですね、レバーの仕込みを終わりました。はい、中華仕込みが一番大事なんでいろいろやっていきたいと思います。レバーつながりで、レバーに、下味をつけていきたいと思います。下味つけていきます。まず塩2つまみ、
一つまみこれぐらいね。で、醤油が小さじ半分、ちょっと香り付け、お酒、臭み消しで小さじ1杯で、旨味調味料、ここにちょっとね、旨味をつけていきます。で、ここに片栗粉、中華の技法で片栗粉で揉み込むっていうのがあるんですけども、これをやるといい感じで衣もつきますし、非常にね、パリッとした、レバーになります。大さじ2半です。で、ここにおろし生姜ね、これも生姜の香りをつけていく。僕ね、中華だけはガチなんですよねなんでちょっと工程多いかもしれないです。ただこの通りにやるとめちゃくちゃうまいです。中華は誰にも負けるしないです。で、ここにこれを揉み込んでいくんですね。で、結構ね、片栗粉の分量が多いんで、ちょっと衣がついたような感じになります。この感じが非常に重要です。で、全体にちょっと衣をつけるような感じで、すいません、ちょっと片栗粉がちょっとポロポロになってるんで、少し酒追加したいと思います。そうだね、だいたい酒小さじ2杯ぐらいかな。ポロポロになるっていうよりは、全体にこのクリームみたいに絡まるような感じがいいですね。お酒ね、ちょっと見ながら足してください。これが正しいです。小さじ2ぐらいかな。あとは、どれぐらいこのレバーの水気を切ったかどうかにもよるんで、お酒の量はちょっと調節してください。で、これはこれで後で焼いていきます。はい、で、もう一個合わせだれ作っていきます。これですね、はい。まず、これお醤油ですね。で、お醤油にオイスターソース混ぜておきます。お醤油小さじ1半にオイスターソースが小さじ1です。で、酒大さじ1杯、中華ペーストね、僕がいつも使ってるやつです。中華ペーストです。他の動画見てください。で、ここに旨味調味料入れていきます。これが合わせ調味料になりますんで、よーくこれね、混ぜといてください。中華ペーストだけね、溶けないんですけども、これね、一気に入れることが大事なんで、混ぜといてください。この合わせ調味料ですよ、焼く前に必ず作っといてください。後でやってもちょっと焦るんで。そしたらもう仕込み終了。はい、じゃあですね、いろいろ仕込みましたけども、これで作っていきたいと思います。大きめのフライパンがいいです。ここに油ね、大さじ1杯、大さじちょいぐらい入れてもいいかもしれないですね。で、これで最初にレバーを炒めていくんですね。本当は油通しって言って、油に入れて軽く揚げるようなやり方を中華屋さんではやるんですけども、まあ、ご家庭では多分無理だと思うんで、多めの油で炒めていきます。大さじ1半ぐらい入れた方がいいかな。中華料理だけは僕感覚でやるんで、こんな感じですね。ちょっと多めの油ね。ここに下味と片栗粉と一緒に揉み込んだレバー、火はね、強めの火で大丈夫です。はい、で、こうパラパラと1個ずつ分かれて炒めていくといいです。片栗粉入ってるんでね、一緒に管にやると全部つながって団子みたいになっちゃうんだよ。で、油通しならぬ、まあ、油でちょっとこう炒めて、こんな感じですね。で、そこまで炒めなくて大丈夫です。レバーの臭みの原因のほとんどっていうのは炒めすぎです。あんまりにも炒めてしまうとどんどん臭みがね、出ていくんでね。はい、こんな感じで油通しをしていきます。で、このね、適度にこのレバーに衣がつく、これがですね、タレの旨味をね、吸収するんですよ。これ全体的に焦げ目ができたら移しておく、レバーバットかなんかに。そしたらここで、他のを炒めていきます。油もう一回入れてください。これ大さじ1ぐらい。まずニンニク生姜、香りをつけていきます。こういうのやっていくと、中華屋さんがどれだけすごい仕込みをしてやってるかっていうのが分かりますよね。でも家でも作ることが可能です。あと、鷹の爪ね、これ入れていきます。はい、鷹の爪、丸のまんま入れてますんで、もし輪切りとかを使いたいなっていう方は加減してください。丸のまんま使うとね、そんなに辛さ出ないんですよね。でも風味はすごくしていきます。で、ここに玉ねぎ、ニンニクが焦げる前にね、はい、これもちょっと強めの、まあ中火ぐらいでいいですね。これね、ニンニクを炒めていきます。そしたらですね、もやしです。もやし入れたらレバーで、もやしもほんとサッとでいいです。で、レバーも、最初に火入れしてますんで、このまま炒めるだけで、あとはじんわりと中に火が通っていきます。全体的に油絡まったら、ニラです。はい、で、ニラ入れたら、この合わせだれ、はい、入れてください。全部で、全体絡める。で、ここから強火でいいです。で、ここで黒胡椒、はい、はい、これで OK、 完成。はい、サランブル。これもうレバーとニラの炒め加減がもう重要ですから。ニラね、結局全部入れちゃったんだけど、まあ、それはそれで食感のコントラストがあってめちゃめちゃうまいです。うまそうだな。ガチ中華です。視
千代さんもね、割と僕の中華はガチっていう人が多いんですよ、はい、このレバニラ世界で一番うまいんで。中華の基本はね、出来上がったら間髪入れずに食う。はい、すいません、ラー油かけてください。これもう香り付けと辛味付けです。はい、こちらで、至高のレバニラ完成でございます。はい、それではできました。食べていただきます。じゃあいただきますよ。最高の仕上がりだね。野菜もシャキシャキ、レバープリプリです。命かけて作りました。これ大好きなんだ俺。いただきます。ほんとすいません、ほんとすいませんけど、どこの店よりもうまいです。野菜の火も通しが起こったも完璧なんですけど、鶏レバーが一番うめえんじゃねえかっていうぐらいうまいですね。やっぱりプリップリス、下処理でこんなにレバーってうまくなるんだっていうところですね。これもちょっと待って、だってこれはやばい。レバニラ大好きなんですよ僕。中華屋さん行くと必ずレバー頼むんですけども、レバニラ頼むんですけど、初食ってないぞまだ。ちょっとね、オイラー油もしくは辛いの苦手であれば、おいごま油をしていただいても結構香りが華やかになって美味しいです。はい、じゃあ初とお野菜。初もプリップリ、レバー自体がいいのもありますよね。めっちゃ食感うまい。レバニラ大好き人間おいで。ようこそ10時半店へ。いただきます。僕正直言っていいですか、うん、僕臭いレバーマジで食えない人間なんで。じゃあ大丈夫だ。どうぞ。いただきます。はい、めっちゃうまいっす。めっちゃうまいでしょ。マジでうまい。めちゃくちゃうまいでしょ。俺の思考シリーズの中ではめっちゃ手間かかってるけど、ぶっちゃけ人生で食ったレバーニラで一番うまいっす。うまいよ、ね、うまい。俺もそうなんだよ。これから鶏レバーの時代来ると思う。下処理ももちろんあるんだけど、そもそも桜姫っていう美味しいレバー使ってるんで、臭みなんもないじゃん。ないですし、うん、火の通し加減が最高です、ね、火の通し加減以上最高です。最初に片栗粉でコーティングして一回油通ししてるのがすごく効いてる。レバニラは自分で大好きなレシピだから、ずっとこう研究してて、やっと最終バージョンアップした時にこれしかないなって。最終アップですかこれ。最終アップデート、もうこれ以上が結構難しい。鶏レバーが一番あの臭みが少ないんで、で拍車をかけてこの桜姫のレバーだから全くの臭みがない、うん、ワンちゃんレバー苦手な人いけんじゃないかなっていう、うん、いや最高にうまい。ラー油合うのよ。ラー油の香りも少し刺されるとやっぱりちょっと中華感が増されて、これビール、まあビールかもな。マジ秒っすよこれ。秒っすよでしょ。でこれはあの酒のつまみもいけるんだけど、もうご飯もガシガシいけるから最高した。よし、ごちそうさまです。ということですね、今回の至高のレバニラいかがでしたでしょうか。もうね、このレバニラは永久保存版的にめちゃめちゃ美味しいので、桜姫の新鮮なレバーをね使っていただいて、ぜひ作ってみてください。今回ご紹介した桜姫はですね、なんと、今年20周年を迎えます。そしてですね、特設サイトキャンペーンなどもやっておりますので、概要欄の URL ぜひチェックしてみてください。ちょっとガチ中華です。千代さんもね、割と僕の中華はガチっていう人が多い。